どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回ですね、選ばれる理由はどんな人にでも作れるということですね。まあよくね、商品販売したりとか、自己紹介をするときに、まあ何かね、過去に大きな実績があったりとか、自分のこう強みっていうものをね、大きく持ってないといけないのかなというふうに感じるんですけども、実はですね、経験も実績もない方が、強みが 出てくるっていうこともあるんですよねまあ、一見するとそんなわけないだろうと思うかもしれませんけども多くの人っていうのは自分で自信を持ってこれだと言えるようなね過去の実績とか自分の強みっていうのがないんですよでもそういう何もないところからでもまあ、一つの実績小さな実績が上がっていくんだよっていうことをね示すことによって人に選ばせることができるんですよねまあ、つまりこれが売り方知らせ方っていうやつなんですよね スポーツ選手でもそうなんですけども過去に何かねインターハイ出ましたとかねんか県内の大会で優勝しましたとかそういうのがあれば確かに有効なんですけどもそういった過去を持ってる人ってそんなにたくさんはいないわけですよいわゆる普通の人が何かね、まあ、商売で成功しようかなと思ったりとか人の興味を引き付けようかなと思ったらその実績がないことを逆手に取ることができますね、まあ、そのために使うポイントが2つ目なんですけどもまあよくね 月収100万とかって言いますけどもね実は多くの方は月収100万を望んではいるけれどもでもまずはもうちょっとちっちゃい実績からでもいいわけですよ例えば副収入で毎月コンスタントに2万3万っていうのが今の暮らしにプラスアルファされたらいいなっていうところはあると思うんですよねまあそちらの方がよほど現実味を帯びてるわけですよまあそういったところで売り方してやらる方としては何の経験も実績もない私が3ヶ月で 副収入月収2万3万をプラスアルファにした方法とはみたいな感じでやるとねこれだったらできそうだなっていう風に感じていただけるんですよ。まあ、そういうい時に無名名な人ががを挙げるるつのルートが見えるわけですよ、ねまあ、ですんでねあの必ずしも大きな実績を、まあ、示唆しなくてもいいかなというところもありますしむしろ人っていうのは不利なところをどのようにね不利じゃなくするかっていうこの考え方が突破口になるわけですよね。 で多くの方は自分の状況が不利だからなかなか今の暮らしや状況が抜け出せないと思ってますんでその今の状況を使って、えー、できることがあるんだよってことを伝えていくことこれが大事なんじゃないかなと思いますよね、まあ、こういうことを繰り返していくとこの人の話聞いてみようかなっていうふうに選ばれるのかもしれないですよねえ、まあ、例えばね,ねもう年齢もいきましたもう若くありません ね、お金もありません人脈もありませんコネもありません実績もありませんでもできることがありますこんな実績が立てられました華々しい月収100万ではないけども、まあ、今資産構築に成功してますとかね小さくどんどん資産を積み上げることができてますみたいな感じじゃないですかねはいじゃあ今回は以上でございますお疲れ様です